初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年7月16日のザクザクの記事がツイッターで話題になっておりました。その見出しはこうあります。革新犯的な煽り、 PCR 混乱の戦犯、テレ朝モーニングショーを一刀両断。これは京都大学の藤井聡教授と元医系技官であり現在お医者様の木村盛夫先生による対談本を紹介した記事でした。そこに衝撃の告白がありました。記事より紹介させていただきます。木村氏は同書で2020年初頭に出演依頼があった際、番組関係者がこの話題は長引きますよ、この新型コロコロニュータイプガンガン煽ってガンガン煽ってガンガン行きましょうという趣旨の発言があったことを紹介している。つまりテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーという番組は、番組の方針として新型コロコロこの番組的にニュータイプの不安を煽りに煽りまくっていたと。白がこう言ってます。知ってた。女の60分あたりからの40年来のワイドショーウォッチャーとしてはいつもの手口なのですが、こうした生の声が出るのは裏付けとなりますのでありがたい話です。昨年作家でお医者様の村中理子さんがやはり番組の方針に沿ったコメントを求められてこれを断ると、その番組のオファーどころかそのテレビ局の他の番組のオファーも断られたというツイートをしておりました。それは何もワイドショーだけの話ではありません。ニュースと番組名に掲げるものも同じなんです。それはモーリーカー系をめぐる報道が結論ありきで繰り返されていたことに代表されますし、何よりずーっと昔からその手口なんです。しかし彼らはやりすぎました。ニュータイプと東京オリンピックです。そして今やニュースやワイドショーどころか地上波テレビ全般にはとある疑惑がズドゴー。それはもはやテレビに出演することが嫌われる努力になっているんではないかという疑惑です。ニュータイプに対して怖いだろう、おっかないだろうと不安を煽っておいて、東京オリンピックにおいてはやめれーから始まっていかんあかんと繰り返しておきながら、開幕が間もなくとなってからは選手の皆様が頑張っていますと選手に寄り添う形で手のひらをくるーりと返してきました。これを素敵なんて思う日本社会の参加者はそんなに多くはありません。そしてテレビに出演している側にも日本社会の多くの参加者と同じ思いを共有する人がいることを確認するシーンに出会います。令和3年7月16日の TBS の夕方のニュース風情報バラエティ番組ダブスター、あ、ダブスターなんだけど番組名は N スタです。何でも海外からやってきたオリンピックの関係者が公園に集まって仲間と共にとね、ちょっとなんかやってたというそういう VTR が流されました。関係者の顔にはモザイクが入って、まるで犯罪者的なみたいなっぽい扱いの VTR です。番組スタッフが恐縮ですがとばかりに直撃取材をかけると、ロンドンからやってきたとするその関係者、プレイブックにしっかり書かれているように2週間の隔離期間が今日終わったんだよとコメントします。つまり全く問題のない外国の方だったんです。明らかな悪いオリンピック関係者はいねえかという印象操作です。異変が起こったのは VTR 明けのスタジオです。番組の進行をする TBS の井上貴博アナウンサーは、こうした隠し撮りみたいな映像は個人的には好きじゃありません、なんだか分断を煽っているようにも見えますと、ざっくりとまとめるとこんなコメントを述べておられました。井上貴博アナウンサーが正解です。ただし残念ながら視聴者から見た時にこの TBS のアナウンサーさんに対しては、だよね、白がこう言ってます、お前言う。そしてやはりテレビに出演していることそのものが嫌われる努力になっているんではないかという疑惑が深まった。 TBS アナウンサーの個人の感想ですだけを見ていくと、彼は良かれと思って発言しているということを確認することができます。しかし用意されている VTR を見ている視聴者、そして番組が呼んでいる解説をさせている専門家の先生のお話を聞いていると、
どうにもその個人の感想ですというのが当事者意識のない他人ごとに見えてしまうんです。すると視聴者の皆様がイラッとする気持ちを隠しきれなくなることもあるのではないでしょうか。それは感情なのでロジックではありません。だから新型コロコロニュータイプの話題の直後にしれっと流される芸能ネタにも投影されてしまうこともあるんです。ステイホームを呼びかけられている視聴者の中にはポツンポツンポツンと会社や学校に行けずに孤独を囲っている人もいることでしょう。ところがポチッとつけたテレビの向こう側では芸能人またテレビアナウンサーその他もろもろがわちゃわちゃと楽しそうにしております。もちろん芸能人やテレビ出演者がわちゃわちゃ楽しそうにするのはそれもお仕事の一つです。しかしイラッとすることが理不尽であることは頭では分かっていても、感情を制御する訓練を受けている人というのはそうは多くはおりません。またこの数年お笑い芸人タレントさんや本業がよくわからない文化人的なみたいなっぽい人たちがニュースやワイドショーで解説をしてみせます。そしてその多くがカギカッコ付きリベラルのロジックに寄せていきます。またお笑い芸人さんやタレントさんの反骨精神というのならばともかく、ニュースやワイドショーでの上から目線だのお説教は、一方のバラエティ番組に出た時にジタバタワチャワチャしているその姿と大きな違和感を覚えない方が不思議な話なんです。あるいはステイホームを呼びかけていたタレントさんが別の番組ながら街歩き番組旅番組でブラ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 歩き回ってる姿を見た視聴者の皆さんが、だがちょっと待ってほしいとイラッとする気持ちは止められません。つまりニュータイプによって不安を煽り続けたテレビ朝日の羽鳥慎一のモーニングショーのような番組の煽りに煽りまくったコンテンツによって、テレビ出演そのものが今嫌われる努力になっているかもしれないんです。一方芸能人の側にも変化が確認できます。もはや芸能人の YouTuber デビューというのはニュースにもなりませんが、さすがに窓際のトットちゃんでおなじみの黒柳徹子さんが YouTube デビューしたのは、これは芸能の話題として紹介されておりました。黒柳徹子さんの YouTube デビューについて、テレビとの関わりにおいてその意味に触れる前に、ネット界隈の台所事情について説明しておこうと思います。いわゆるガーファーに代表されるプラットフォーム企業とコンテンツを提供する側との取り分というのは3対7、3対7になっております。つまりガーファー側が3割。これは Apple Store にしても Android の方にしても同じくです。一方日本国内のプラットフォーマーの中には7割持っていくゲットするというところもあったんで、ある意味海外ではの世界の方が良心的だったりもしました。さらにスポンサーの皆さんが直接ついた場合、その取り分は全部です。具体的にはインスタグラムや LINE あるいは TikTok などで衣装その他に直接スポンサーがつくことで、実はこれあまり知られていないことなんですが、ネットでの稼ぎ方としては古典的な手法です。古くはブログ書いて稼ぐなんてね歌っていたブロガーが、実際にはそのブログにつくバナー広告でうっしっしと稼いでいた事例なんかもあります。またこちらのライブドア株でおなじみの堀江貴文さんなど、かつて盟友のひろゆきさんにツイッターでのステマをバラされたというほのぼのエピソードも残されております。それではテレビの側はどうかというと、基本的にスポンサーとテレビ局の間には広告代理店が入ります。その取り分内訳というものは発表されておりませんが、かつて大手広告代理店がネット広告側に、まあ、つまりリスティング広告などの運用に参加した時に 20% の手数料取りますということがどこかで明らかになっちゃって、ネット界隈をざわわとさせたことがありました。なぜならスポンサーが直接運営すればその 20% の手数料は不要だからです。
これをテレビ CM に当てはめると残りの 80% がテレビ局に渡り、テレビ局の運営経費もあればそこから事務所に払われて、その事務所の取り分もあれば芸能人本人タレントさん本人に入る分というのはおのずと限られてきます。つまりテレビというのは芸能人そしてタレントさんにとってうっししとおいしくない派ない側の媒体ではないかという疑惑か。ちょっとかーん。もちろんこれからドドンと売り出すタレントさんにとってはテレビが持っている拡散力というのは魅力的です。一方すでに名前のある芸能人や余人を持って変えがたい芸を持っているアーティストやお笑い芸人さんならテレビは活躍の必須条件でなくなっているということです。それどころか嫌われる努力に巻き込まれるリスクのあるメディアになってしまっているんです。はてさて、黒柳徹子さんが YouTuber になりました。テレビの草創期という当時最先端のメディアのその立ち上げからいたのがこのトットちゃんです。そんなテレビの始まりの時から知る人が今ネットに来ちゃったんです。メディアの主役の交代を意味するような象徴的な出来事なのですが、テレビの側の皆さんはこのことの本当の意味にお気づきでないようです。そして今 NOW の時点でもはやテレビでなくてはならないコンテンツというものがなくなってしまっております。ドラマなら Hulu に Amazon プライムなどが独自のドラマを作ってドドンと配信しております。スポーツではダゾーンがありますし、まあ衛星テレビになりますけどワウワウもあります。ニュースはアメリカの方から FOX ニュースという黒船来襲です。歌番組はというともうすでに視聴率を稼げないコンテンツになっております。何より歌いたい人はもうすでに YouTube などで歌ってみたとして歌っております。バラエティ番組も同じくで、それぞれの芸能人さんお笑い芸人さんがやっております。するってと残されるのはワイドショーぐらいになるのですが、そのワイドショーが得意としていた芸能ネタにおいても令和3年7月17日の未明にタレントの石橋貴明さんと女優の鈴木保奈美さんのこれから別々の人生を歩みますという発表がドドンと YouTube で行われました。何より芸能人のメッセージというものはすでにブログやツイッター、インスタグラムで代用されております。ある日視聴者の皆さんがおやおや、テレビでしか見られないコンテンツっていうのはあるのかい、いやいやワイドショーがあったね、しかしワイドショーっていうのは人様の恐怖を煽ってニュータイムで怖いおかねステイホームでうしししし、ってボロ儲けしてやがるんだぜ、え、あんな奴らに儲けさせてていいのかい、ダメ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 と気づいた時に視聴者の皆さんがテレビの前から消えた消えたやったとなります。その状況に慌てふためいたテレビの側の皆さんがテレビでしか見られないコンテンツを作るんだ、そんなコンテンツどこにあるのかなーって周りを見渡してみた時、テレビでしか見られないコンテンツというのはなかったなかったざまーと、これはすでになっております。今テレビの皆さんというのはネットにぬめっとすり寄ってきておりますが、これまでの嫌われる努力を認め謝罪し反省しない限りもはや見逃されることはないんだろうなぁと考えてしまう今日この頃でございます。なぜならネットがありますの時代になっちゃってるからです。過去の悪行残骸は全て記録され保存されております。だからこそ我々は常にかかとに体重を残しつつみんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならばいいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくっているメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のためフィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。ドイツ、はい、くい。はい、とべ。はい、で、引くってね。
高い子、安倍晋三完全勝利説という物語ならに、モルゲストよって答えたんでが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝ち、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。だって、あなたに会えたから。と、番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですが、じゃんけんタイム。みやちゃん、じゃんけん、じゃんけん、チョキ。私がチョキなので、グーを出したあなた、グーレイト。マジンガーからの、ぜおめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、違いますね。あなたと私で、一律3のトリプルピース。そして、パワーを出したあなた、厄よけの柏手です。お手を拝借よー。それでは、本当の、バイバイ。